はい、どうも皆さん、こんにちは。サーリーの河野玄斗です。宮廷大ウィーク1日目は京都大学。ということで、ゴールデンウィーク期間は河野塾イズム塾長である僕が毎日、旧帝国大学の最新年度の入試を丸1年分実況プレイしていきます。ゴールデンウィークは気が緩みやすい時期ですが、受験生の方は気を引き締めて周りと差をつけていきましょうね。宮廷大の問題は両問、難問揃いであるということは、もう言わずもがなではありますが、今回はそれらの入試問題を楽しみながら実況プレイしていきます。実況プレイって何かっていうと、僕がね、初見の問題を解きながら、ただ思ったことを話していくっていうものなんですけど、そもそも入試問題を解くのって、もうゲームみたいで楽しいんですよ。だって勉強を通して集めてきた武器を使って入試問題っていう敵を試行錯誤しながら倒していくのってもうまさにゲームと一緒じゃないですか。しかも僕自身がね、初見の問題にどういう風に立ち向かっているのかっていうのを皆さんと共有できるので、まさにね、一石二鳥な企画なわけです。そして今回プレイしていくのは2024年京都大学の理系数学。京大は東の東大、西の京大として知られていますよね。そんな京大、昨年まではかなり簡単なセットが続いていたということで話題になっていますが、今年は軟化して再び京大らしさを取り戻したようです。数学は6問で150分、ちゃんと解ききれるかどうか不安ではありますが、河野塾イズム塾長の威信をかけて全力で楽しみながら攻略していきます。はい、それでは京大理系の実況プレイやっていきましょう。楽しみですね。まずは第1問から確率の問題かな。 N 個の異なる色を用意する。立方体の各面にいずれかの色を塗る。各面にどの色を塗るかは同様に確からしいとすると、辺を共有するどの2つの面にも異なる色が塗られる確率を PN とする。次の問いに答えよう。で、 P4 と PN の極限を求めようと。まあよくあるトピックですね。まあ、徹底基礎講座でも徹底演習講座でもね、まあ、同じようなトピックは使ってますが、立方体に色を塗るのか、で隣り合うね、面においては異なる色が塗られますよと。だから向かい合う面に関しては同じ色を塗っていいってことですよね。まあ、立方体があって、これを4色で塗り分けていく。まあ、だから3色か4色で塗り分ける場合っていうのを考えていけばいいってことですね。まあ、この例えば上面と下面に関しては同じ色を塗っていいし、まあ、右と左についても同じ色を塗っていいし、あと手前と奥、これには同じ色を塗っていいわけですよね。まず分母が4色塗るわけだから、4の6乗か、6面あるから4の6乗分の、じゃあまず3色使って塗る場合っていうのは、まず4個のうちどの3色を使うかで 4C3 通りありますね。かける、じゃあその A 色 B 色 C 色だとしたら、この赤と青と緑のどの面に対してその3色を対応させるかで3の階乗通りありますね。これが3色塗る場合で、4色塗る場合っていうのは、まあ、だからこのね、向かい合う面のうち2面がね、2セットが同じ色を塗っていくっていうことなので、じゃあどの2セットかなっていうので 3C に通りあって、じゃあ例えば赤のセットと青のセットだとすると、赤のセットでどの色を塗るかで4通り、青のセットでどの色を塗るかで3通りで、残り緑の面なんだけど、緑の面に関してはだから C 色 D 色か D 色 C 色かの2パターンあると。これでいいのかな。まあ3色の場合と4色の場合っていうのを足してあげればいいわけだから、4の6乗分の 4×6 足す 3×4×3×2 だから4だけ残すと 4×18 か、だから4が消えて、で24だから、これも6が残りますね。4の4乗分の6、256分の6だから128分の3ですね。まあこれはただの計算。括弧2番、PN の極限を求めようと。3色使って塗る場合、4色使って塗る場合、5色、あと6色使って塗る場合、全部わかるので、それ足していけば PN 求められますよね。で、PN っていうのは、まあ、結局、分母が N の6乗かな？ N の6乗なので、まあ、分子の中で N の6乗を含む項だけ着目していけばいいってことですね。だから、6色の場合は6人の項ですもんね。ん？てか、わかりました。答え、これ、1ですね。見えちゃいました。これ見えました。はい。あ、これ1だわ。うん。気持ちいいですね。何をしたかというと、6色塗る場合、N の6乗の項を含まれるなーっていう風に考えたんですが、これで1が確定しました。はい。PN っていうのは、どんなに大きくても1じゃないですか。ね、確率だから。で、まあ今、N が6以上の場合考えれば十分ですね。N を十分ね、無限に考えるわけだから、N を6以上っていう風に考えた場合、まあ PN っていうのは当然、まあ6色で塗る場合もあれば、5色、4色、3色で塗る場合もあるけど、まあもう6色で塗る場合だけ考えればいいわけですよ。ね。6色で塗る場合っていうのは、まあこの6つの面に対して、
N 色を対応させていけばいいわけだから NP6 ですよね。で NP6 って、まあ、結局 N6 乗の係数は1なので、これは N を無限飛ばすと1に収束しますと。挟み撃ちの原理より PN も1に収束すると。はい、1ですね。まあ面白いですねこの問題。あの確率で挟み撃ちの原理を使う問題ってなかなか見ないので、まあ面白いんですけど、まあでもこの立方体の面を塗っていくっていう定番問題、まあ徹底基礎講座でも扱っているので、まあこの問題は落とせないかなと思います。では続いて第2問、複素数の問題かな。これを満たす複素数 X とこれを満たす複素数 Y に対して Z イコール2分の X プラス Y とすると、このような複素数 Z が複素数平面において動く領域を図し、その面積を求めよう。ん？これは落とせない問題ではって感じですね。見た瞬間解法を思い浮かべますね。まあ、これも、徹底基礎講座でも何回もやってますし、赤門道場の実力テストとかでもね、出題したような問題ですね。まあ、まず、X と Y がどっちも円のね、部分を動くなーっていうのがすぐわかりますよね。まあ、X、絶対値が2以下ってことは、X は、原点を中心とした半径2の円盤内を動くと。で、Y の方は中心が8プラス 6Y。だからここら辺か。8プラス 6Y で、半径が3の円。これは円盤じゃないですね。円上を動きますよと。で、この X とこの Y の中点 Z の領域をね、図示していくわけだけど、X も Y も自由に動くよと。これ、赤門道場の実力テストでもう、設定がほぼほぼまんま同じの問題ありますね。まあ、これ徹底基礎講座でもやってますけど、まあ、だから、X を、どっちを固定しようかな。Y を固定した時に、この X プラス Y っていうのは円盤上を動くわけですよ。で、固定を外して、そしたらドーナツ型を動くと。まあ、一旦ちょっとね、2分のっていうところを除いて、2Z イコール X プラス Y と。この 2Z の動く範囲っていうのを考えてあげると、まあ、まずは、Y を固定して X だけを動かすと X プラス Y の部分っていうのはこの Y を中心として半径2の円、ここを動きますよね。で Y の固定を外すことによってこの中心の部分がこの円上を動くわけだから、このドーナツ型を動くと。で半径はそれぞれ、これが3とこれが2だから1と5ですね。半径5の円と半径1の円に囲まれたドーナツ部分を動きますよと。これが 2Z なわけだから Z はそれを2分の1の縮尺にすればいいと。だから π 倍の5の2乗引く1の2乗、領域を図示しか、図示してあげます。中心はどうなるかというと8プラス 6y の中心だからの半分だから3プラス 4i ですね。4プラス 3i を中心として半径が2分の5と2分の1の円の真ん中か。2分の5の円がこんな感じであって。2分の1の円がこんな感じであって。こんな感じですね。この半径が2分の5と2分の1だよと。これが領域の図示で。面積はって言ったら π 倍の2分の5の2乗引く2分の1の2乗。だから 6π か。こんな感じで。瞬殺ですね。これはさすがに落とせない問題ですね。まあ、徹底基礎講座でやってることが分かれば解ける問題だというわけですね。では続いて第3問。これはベクトルの問題か。ねじれの位置。これ話題になってましたよね。今年ねじれの位置がどっかの2大学で出題されたっていうのにすごい話題になってたんですけど、京大がそのうちの一角だったんですね。問題、座標空間の4点 OABC は同一平面上にないとすると、線分 OA の中点を P、AB の中点を Q とする。まあ、一旦図示しながらやりますか。OABC があって、OABC。で、OA の中点が P。で、AB の中点が Q とすると。で、実数 XY に対して直線 OC 上の点 X と、BC 上の点 Y。XY と。で、OX ベクトルが OC。ベクトルの XY だから、ここが X。で、BY ベクトルが BC の YY だから、ここが Y と。で、この時、直線 QY、ここか。QY と、直線 PX。これがねじれの位置にあるための XY に関する必要十分条件を求めようと。まあねじれの位置って言ったら交わらなくてかつ平行じゃないと。これをね、立式してあげればいいのかな。交わらない、交わらないってことは同一平面上にないか平行か、かつ平行じゃないってことは、だからねじれの位置って結局この P と X と Q と Y が同一平面上にない、こういうふうに言い換えられるのか。まあ同一平面上って言ったらベクトルの格好の餌食ですからね。点 P のベクトル、まあまず徹底基礎講座でも言ってますが、この
ベクトルの問題を考えるときに、まずは基準ベクトルを定めてあげましょうと。OA ベクトル、OB ベクトル、OC ベクトルを基準とすると、点 P、OP ベクトルっていうのは、2分の1、OA ベクトル。で、Q ベクトルは、2分の A プラス B。で、Y ベクトルは、1-YB ベクトルプラス YC ベクトルか。で、OX は XC ベクトルと。ということで、まあ、この4点が同一平面上にないってことを考えると、まあ、一番複雑なこれを、左辺に持ってきますか。1-YB ベクトルプラス YC ベクトルっていうのが、S と T を用いて、1-S-T をこれに当てますか。1-S-T かける2分の 1A ベクトルプラス S 倍の2分の A ベクトルプラス B ベクトルプラス T 倍の XC ベクトルと。これを満たす ST が存在すれば同一平面上にある。だから同一平面上にないってことは、これを満たす ST が存在する場合を求めて、それを否定すればいいってことですね。まあだから、これ係数比較するわけですよ。で、これを満たす S と T が存在する条件を求めて、それを否定すると。じゃあ A ベクトルの係数は、左辺が0で、右辺が H-S-T かけ2分の1と2分の S か。2分の1消して、1-T。お、T 求まりますね。T が1。B ベクトルは 1-Y イコール。ここしかないね。2分の S かな ?2 分の S。はい。これ S イコールっていう形にできますね。C ベクトルは Y イコール TX。あ、T が1だから X。これを満たす ST が存在すればいいってこと?こんなん Y イコール X じゃん。だから Y イコール X であれば、PQXY が同一平面上にある、すなわちねじれの位置にないので、ねじれの位置にあるためには X ノットイコール Y であればいいと。なんかあっけないですね。まあでも同一平面上にあるっていう条件を考えてあげれば、まあベクトルでね、まあ格好の餌食なんで、 S と T が存在するような条件っていうのを考えていけばいいわけなんだけど、まあ妥当性チェックしておきますか。 X イコール Y の場合どうなるかっていうと、まあ例えば X も Y も0の時は OB になって、まあ OB と PQ、 ん?あ、そっか、 PO とQB っていうのは交わりますもんね。で、ここが、例えばどっちも中点にある場合っていうのは、あ、ここ平行になりますもんね。まあなんか妥当っぽいですね。だから X ノットイコール Y が答えかなっていうふうに思います。まあこれも基本に忠実にやっていけば、まあそんなに難しくないのかもしれないですね。では続いて、第4問。数列の問題かな。与えられた自然数 A0 に対して自然数からなる数列、これを次のように定めると。なんか、コラッツ予想っぽいですね。未解決問題の一つ。まあ、あっけないですね。まあそんなに、うん、割とやってることは標準的な問題かなというふうに思います。 60-2 OK ということで、無事全問正解することができました。イエーイ、よかった。まあ今年の問題、確かに去年よりかは難しくなったかなっていうふうに思うんですけど、まあでもね、徹底基礎講座の問題ちゃんとやってれば、まあどの問題も全然問題なく解けるかなっていう感じですよね。まあとはいえね、まあちゃんと基本的な内容っていうのを抑えてないと解けない、まあそういう意味では差がつく問題が多かったかなというふうに思うので、そういった差がつく問題をちゃんと得点源にしたい方は、徹底基礎講座、もう僕のね、数学力の全てが詰まってる講座がありますので、気になる方は概要欄の方からチェックしてみてください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。